スティーブン・ビーガンスティーブン・ビーガンはアメリカ合衆国の外交官ドナルド・トランプ政権下で国務副長官や北朝鮮政策特別代表を務めたホワイトハウス国家安全保障会議の上級スタッフを経てフォード自動車へ入社フォードでは副社長として政府関連の業務を担っていたが29人いる取締役各副社長やボードメンバーの下の いわゆる平野の副社長32人のうちの一人に過ぎず知名度はジョン・ボルトンが大統領補佐官に決まる際の候補に上がった程度であり2018年8月23日にマイク・ポンペオ国務長官がビーガンの北朝鮮担当特別代表就任を発表するまで国際的には無名に近い存在であった2018年10月20日ビーガンはワシントンで 訪米した韓国のリド君朝鮮半島平和交渉本部長と会談。韓国と北朝鮮との関係改善は朝鮮半島の比較化と足並みを揃えるべきで、融和だけを先行させてはならないとの考えを示し、海上工業団地の再開など北朝鮮の経済制裁緩和を引き出そうとする韓国側を牽制した。2019年1月21日。 スウェーデンで開催された韓国、北朝鮮との3カ国による実務者協議に出席。2019年2月6日から8日、包丁して金川明と会談。米朝首脳会談開催に向けた実務調整を行った後、帰国途中、ソウルに立ち寄り、韓国のリド君、日本の金杉健二と包丁の成果について会談した。金川明とは首脳会談の準備のため、 ベトナムを訪問した2月21日から26日にも実務交渉を行っている。2019年2月26日から27日に行われた米朝首脳会談は合意を得ることなく終了した。2019年3月5日、ワシントンで訪米した韓国のリド君、日本の金杉健治と首脳会談後の状況について3カ国協議を行った。 2019年10月5日、スウェーデンを訪問。ストックホルム近郊で北朝鮮の金明吉主席代表と米朝首脳会談後初めてとなる実務者協議を実施。8時間半に及ぶ協議は北朝鮮側は決裂したと表現している。2019年11月20日、国務副長官候補に指名されて上院の公聴会に出席。自分が副長官になれば、 北朝鮮外交では、より行為の再吉姫と交渉できるとしてアピールを行った。同年12月19日、上院で賛成90反対3で承認され、同年12月21日、正式に就任。2020年6月5日、北朝鮮による拉致被害者家族である横田シルが死亡。ビーガンは家族に追悼の書簡を送り、アメリカは、 拉致問題解決を目指し、家族の取り組みを前進させると伝えた。ありがとうございます。